藤井聡志太陽位、19、イコール規制と2冠イコールが、豊島正幸竜王、31、イコール、明王と2冠イコールの挑戦を受ける、第62期王位戦七番勝負第4局が18日午前9時。大阪、関西将棋会館で1日目が始まった。先手都市まで、戦型は相掛か,かり。7番勝負では、 1> 第一局以来の戦型で、両者が立場を変え、並行開催されている、秋田温泉五番勝負も、第三局まですべて角代わりだったため、両者の対局としては六局ぶりとなった。その第一局は、後手と島が制している。午前のおやつは両者に、大阪。 千尋菓がし店の千尋フィナンシェ、極上プレーン、プレミアムショコラが用意され。藤井聡太はアイスコーヒーも注文。昼食は共に、イレブンの藤井聡太がハンバーグとバターライス。としまが焼肉、白米。味噌汁。当初は佐賀県嬉野市はタイヤ別荘で予定された第4局だが、 記録的大雨による、避難指示の発令状況を受けて変更された。ここまでの勝敗は、藤井聡太の2勝1敗。藤井聡太が勝てば初防衛に、おて。豊島が勝てば、大へ戻る。2日制のため、19日有告終局予定。藤井聡太陽位、真夏の12番勝負は、 勝ち越し中勝てば、防衛に、大手の一局は、相掛か,かりの出だしに、将棋、大井戦七番勝負第四局将棋の藤井里志、太陽位、帰省。19が8月18日。おからいおさはよい大井戦七番勝負第四局で。としままさゆき竜王、明王。31と現在対局中だ。 アキラ王戦五番勝負でも戦い、真夏の十二番勝負となっている両者だが、ここまで王位戦。アキラ王戦で、それぞれ藤井佐藤した王が二勝一敗で、計四勝二敗と勝ち越している。アキラ王戦では、ダッシュに大手をかけているが、この王位戦でも初防衛に大手をかけられるか。注目の戦型は、 両者間で続けて刺されていた、角代わりではなく、相掛か,かりになった。藤井佐都下洋くらいと豊島竜王は、二つのタイトル戦を並行して戦い、さらに竜王戦でも七番勝負で戦う可能性がある。現在は十二番勝負だが、さらに十九番勝負まで伸びるのではと。 現在の将棋界における最大の関心事は、12番勝負が始まるまで、藤井里史太陽が1勝6敗と大きく勝ち越し、負け越しており、豊島竜王は天敵とも言われていたが、2つのタイトル戦で勝ち越したことで通算成績も5勝8敗まで迫った。長時間の対局でも、 女中盤の構想力。終盤の競り合いでも互角以上に戦っていることから、周囲が指摘してきた苦手意識は払拭されたという見解が大勢を占めるようにもなった。今後も多くのタイトル戦でぶつかることが予想される両者だが、藤井聡太対応位は年内に4巻。年度内なら最大6巻まで伸ばすことが可能で、 一気に、藤井聡太時代を築けるかという点も語られ、始めている。豊島竜王にすれば、後輩の天才騎士の才能は認めつつ、なんとか、壁として立ちはだかりたいところだ。持ち時間は、各8時間の2日制で。先手は、豊島竜王。就職の注文、藤井里したい用意、ハンバーグ。 バターライス、としままさゆき竜王焼肉、白米。味噌汁、昼食休憩時の残り持ち時間、藤井里史太陽衣6時間3分、消費1時間57分、としままさゆき竜王6時間47分。次のオーディオビデオでお会いしましょう。